はなでーす。ピロエでーす。はなピロの部屋へようこそー。イエーイ。じゃん。今日は、じゃん。梅のお菓子を集めましたピロなんかあるんだろう。順番に今日食べていくものを紹介していきたいと思います。はい、こちらベビースターの梅味、味わいの梅、うん、はい、これチーズおかき梅しそ味。絶対美味しいチーズおかき大好きなんだよね。初めて見たかも。これは梅バージョンがあるんだよね。最高。じゃがりこ、大好き。じゃ、ね、毎年さ出るからさ、ね、もう毎年梅のじゃがりこの季節を私は待ってる、うん、大好き梅のじゃがりこ、ね、どどん。ストロング暴れ焼き梅。なんかこれさ、珍しくない？ね、じゃん、片揚げです。みんな大好き片揚げ。パッパエビです。こちら梅のり餅、美味しそう。どどん、ベビースターの梅しそ味。あ、さっきはさ丸版だったけど、うんうん、普通のそうだね、どでか、うん、どでかいラーメンの。あ、そうそうそうだ、うん、平田バージョンです。美味しそう。計8種類食べていく。はなピロ、いただきます。で梅しそ味、うん、なんかしそだね。うん、うんうん、おいしいね。じゃがりこよく、あのさじゃがりこってさ開けちゃうとさ、これ蓋開けっぱなしになっちゃうじゃん。乾燥乾燥しちゃうじゃん。でさ、こういうお菓子はさ、こうやって止めればいいけどさじゃがりこじゃどうするのってなりませんか？なりませんか？なんかゲットしたのが、じゃがりこの蓋。じゃがりこの蓋があってさ。そうそうそう。これ同じ形、これじゃがりこじゃないけど、これをかぶせる。で、ここにちび蓋みたいなのがついてるんだよね。そう、ついてるの。で、ここ開けて、こうやって、じゃがりこを食べるっていうね。めちゃめちゃ便利なね、じゃがりこの用の蓋があって。それ装着してさ、パッと中とかに入れてたよね。あ、でもさ、前もあったけどさ、なんかさ、うん、結構さ、こだわりめっちゃあるけど、うん、もう一切こだわらないものもさ、ある。うん、思ってて、あ、確かにね。シャンプー、うん、トリートメント、私もそう。もう何でもいいと思って。何でもいいよね。なんかさ、やっぱシャンプーこれがいいみたいな、うん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 、こだわってさ、旅行先とかにもさ、持ってく子とかいるじゃん。うんうんうん、でも私そんな荷物になるし、うん、ある置いてあるもの使えばいいって思っちゃうんだよね。置いてあるので十分。あの、アマゾンの、ブラックフライデーだっけ、うん、ブラックフライデーの時に、あの、大容量で、何回でも詰められるみたいなのブラックフライデーってドーンってでかいのがあって。もうさ、お得な方がさ、買っちゃうよね。こだわりがないからさ。はなピロー。うん、梅の香りすごい。すごいすごいすごい。すごいよね。すっごい梅だね。でも。片揚げのさ、そう、片揚げの匂い。これはすごい梅。もう梅、ちょっとどうかな。これさ、こういうのさ、私さ、めっちゃ色ついてるさ、私もめっちゃ味ついてるやつ取っちゃう。ポンポンとかもそうだよね。そう、あ、伝わんないけどめっちゃピンクいこれ。片揚げはさ、私好きなポイントがあってさ、え、わかんない。折れてるやつ。折れてるやつ。余計硬いよね。こういう風にさ、しっかり折れてるやつがいいんだよね。硬いのがさ、よくてさ、買ってるからね。普通の厚さじゃないんだよ。大丈
丈夫っていうのもさ難しいよね。大丈夫っていう、その人を心配する系の大丈夫、うんうん、めっちゃ難しくない？難しい大丈夫じゃないのよそうなのよ、それはね、大丈夫じゃないもうさ、大丈夫って言われてさ、大丈夫じゃないってさ、言えなくない？それはね、言えないなんかさ、大丈夫って聞かれてさ、大丈夫っていうのがさ、こうなんかワンフレーズじゃないけどさ、大丈夫？一セットじゃん。今さ、転んだ人に対してさ、大丈夫ですかって言ったらさ、絶対大丈夫ですって言うときはさ、どう考えても大丈夫じゃないよ、転んでんだから。だから状況的にはさ、絶対大丈夫じゃないのに、その本人ってさ、絶対大丈夫って言うじゃん。それってさ、何なんだろうね。本当無意味だね。そう、日本人ってなんか不思議。花ピロうんうんうん、これも知ってる味だけだわ、うん、の梅、うん、これ好きってか美味しいかも、うん、本当にあの海苔巻きのさ、ね、おかき、うんうんうん、の梅、うんうん、美味しい、おせんべい梅だね、かなり梅、うんうん、すごくピンクです、ね、すごくピンクです、ピンクです、 すごいお菓子だらけ幸せだ幸せだっていいね花ピロそう、私もこれがね、一番美味しい、やっぱり、うん、これが一番美味しい、そう、花ピロでは、この動画がいいなと思ってくれた方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントをお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。本日も見てくれてありがとう。皆さんは気になる梅おこしありましたか？ぜひ食べてみてくださいね。ではまた次回お楽しみに。バイバイ。